突然地球を襲ったスフィアとかいうわけのわからない奴ら。いきなり人んち来てできる顔しやがって、地球人なめんじゃねえぞ。俺はどういうわけかウルトラマンデッカーになり、そいつと戦った。でも地球はバリアに覆われて、俺は TPU 訓練校怪獣対策課に入学することになった。あれから1年、地球はスフィアのバリアに包まれたまま、火星との交信も、地球外にバリアを越えて出ることもできないけど、それ以外は何の異常もなく、混乱していた人々の生活も落ち着きを取り戻しつつあった。俺たちはそんな中、厳しい訓練の日々を送っているのだが、あの時不思議な声が聞こえて、こいつが目の前に現れた。俺はあの光に導かれて。あれ以来、一度もウルトラマンになれない。一体どういうことなんだ。本当に、なんで俺なんだよ。みんな、大注目の情報だ。ウルトラソフビシリーズ怪獣が出現。スフィアサウルス、スフィアコモラ、ガッツマシン出動。立ち向かえウルトラヒーロー。君は何で戦う？ウルトラソフビシリーズガッツホークも。ガッツセレクト出動。ウルトラやるしかねえ。今やるしかねえんだ。行くぞ。輝けフラッシュデッカー。新番組ウルトラマンデッカー、テレビ東京系にて毎週土曜朝9時放送中。絶対に見てくれよな。
やめてくれよ。こっちまで力出ねえだろ。いよいよガッツセレクトが再編されるってな。俺たちの中から隊員が選ばれるらしいぞ。俺選ばれっかな。お前は入ってるだろ。俺入ってる。俺たちってガッツセレクトに入れんのか。はあ？カナタ、あのさ、1年間何を目指してきたの？おいおい、隊員候補決まったってよ。おい、マジかよ。ああ、ガルズ教官たちが話したの聞いちゃってさ。ああ、野島と山下と酒井だって。おっしゃー。おい、落ち込んでないで動け動け。やるぞ。しゃ、1、2、1、2、休め。君たちの最後の行軍訓練です。決して無理をせず、全員が無事にゴールできることを祈っています。それでは班編成を発表します。 A 班、班長野島、磯崎、佐藤。はい。 B 班、班長龍門、明日美、桐野。はい。60キロ行軍か。散歩にはちょうど行ってね。よし。1000に出発。各班準備開始。ラジャー解散。おいおい、よろしくな班長。よろしくお願いします。足引っ張んなよ。A 班リューモン、チェックポイント到着。行くぞ。よし。そちらはどうですか。ネオマキシマエンジンの調整が遅れているそうです。本当にまた来ると思いますか、スフィアが。地球がバリアに包まれている現状を考えると、おそらくあのウルトラマンも現れるでしょうか。さあ、彼とも仲良くなれるといいんですけどね。100キロぐらい歩いたんじゃない。歩いてない。龍門くん、そんなに急がなくてもいいんじゃないですか。それほど大したペースじゃない。いや、結構早いよ。仲間のペースを考えるのも大切な。カナタ、continue to grow in strength, but any potential threat must be eliminated. There's no time to waste. All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom, they're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope. Let's go, everyone! Game on! In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute you here myself! I'm Grandmaster of the Cosmo Beast Style. Ultraman Regulus! Ultra Galaxy Fight! The Destined Crossroad. Ah!
Who dares? Hey, don't forget about us. こちら龍門、応答願います。おい、何してんだよ。本部に連絡してリタイアする。は？なんで？その足でこれ以上は無理だ。どの道今からでは。次のチェックポイントにはたどり着けない。なのやってみなきゃ分かんないだろう。よいしょ、サンキュー1か。よし、行こう。よっしゃ。ちょっと待て。お前の体力では無理だ。制限時間内に揃ってゴールできなければ任務成功とは見なされない。本部に連絡してリタイアするのが正しい選択だ。分かってる。無理はしないって。でももう少しどこまでやれるか試してみたいんだ。分かっていない。失敗は許されない。どうして？絶対にガッツエレクトに入りたいからだ。それにふさわしい人間であると証明しなければならない。俺はそのためにここにいる。お前はなぜここにいる？俺だって！お前のような考え方で戦えると思っているのか？ガッツセレクトの一員としてやっていける自信があるとでも言うのか？今やれることを限界までやりもしないで、失敗だからって途中でやめて、お前こそ本当に戦えるのかよ！ああ！龍門君の言ってることは正しいと思う。でも、彼方の気持ちも分かる。龍門くん、もう少し3人で頑張ってみない？無理だと思ったら、絶対に私が止めるから。一花。私、ずっと宇宙開発の仕事がしたいって思ってた。けど、スフィアのせいでできなくなっちゃって。今は宇宙に行った先輩たちや大勢の人を助けたい。またみんなが普通に夢を追いかけられるような世界に戻したい。本当にできるかどうかなんてわからないけど、自信があるからいるんじゃないよ。やらなきゃいけないって思うから、やらずにはいられないからやるんだよ。戦うんだぞ。そんな甘いことで。訓練船に着く。緊急警戒態勢高度3。航空訓練は中止。総員直ちに避難してください。繰り返します。総員避難してください。ウルトラマン、ウルトラマンファイナル。これはウルトラマンのもう一つの答え。緊急警戒態勢高度4に移行してください。ラジャデスドラゴ、同種の怪獣が過去に何度か確認されています。よく覚えています。
首を左右に振り、尻尾を激しく上下させています。威嚇行動です。何かを警戒しているようですか。私がファルコンで出ます。大丈夫、腕は鈍っていませんよ。とは言ったものの、ガスファルコン発進します。一本でも落とせば戦意を損失するはずです。
怪獣カード、ミクラスを使え。わかった。ドラマになっても怪我は治んねえが。カナタ、まあまあ、ねね、もう大丈夫ですよ。しっかりしてください。どうぞ。大丈夫ですか。校長先生、総員退避と言ったはずです。カナタ君、君には1年前命を大切にとお願いしましたよね。はい。でも自分たちが今やるべきことはこれだって3人で決めました。処分は追って知らせます。これからは指示に従え、無茶な行動はしないように。ガッツセレクトの一員として。申し訳ありませんでした。じゃあやるべきことをやりましょう。はい。あれ、今なんて。ガッツセレクトの一員として。言ったよね。言ったよな。言ってないだろ。いや、言ったよ校長。では改めて自己紹介。隊長の村星大二です。副隊長兼総打手の貝崎サワーです。よろしくね。龍門相馬です。桐野一華です。明日美かなたです。あの新型機を操縦していたのって貝崎副隊長ですよね。いいえ、
残念ながら私じゃなくて私です。 HANE2 と申します。以後よろしくお願いいたします。ロボット？ AI ですよ。ガッツホークは彼が操縦する無人戦闘機。彼も私たちの仲間。この6人が新生ガッツセレクトです。俺たちがガッツセレクト？一緒に頑張りましょう。大切なものを守るために。気づけばまた空回り、なぜだろうずっと繰り返し、遥か彼方に輝く星を見上げている。いつになればあの高みへたどり着ける。でも今はまだ自分カードについて勉強だ。よろしくお願いします。今日のカードはこれだ。ビッグバース。身長40メートル、体重2万トン、ミクラスカードをリードすることで現れる怪獣だ。ウルトラマンデッカーの危機を救った頼もしい怪獣です。 HANE2 さん、ちょっと硬くない？承知しました。善処します。ああ、次回もよろしく。お願いします。ガッツセレクトに導入された新型機ガッツホーク、HANE2 とうまく連携しろってことなんだけど。よろしくお願いいたします。あれ、これは新たな力。次回ウルトラマンデッカー出動ガッツセレクト、みんな見てくれよな。